キャストは仲良し夫婦の達也と千代が日々の何気ない会話、雑談を通して自然な日常日本語会話をお伝えしています。全話のトランスクリプトを無料で公開しているので、ぜひウェブサイトも合わせてご覧ください。はい。先週はお休みをいただいて、ありがとうございました。会社の有給みたいなね。お土産とか用意する。お土産渡して。迷惑かけしました。お土産くれ。ご包装ね。はい、温泉に行ってきました。温泉に行ってきました。詳しくは、今 YouTube の動画を編集中なので、そちらも。していてください。ね、結構、リラックスな、感じです。ねえ。いや、だって、趣旨がそれだったからね。うん。日頃、携帯とパソコンに支配されているからね、生活が。本当にね、仕事っつったらそれだしさ、うん、趣味っつってもそれなんだよね。そうなんだ、ね。もう、ダメ。もうね。頭おかしくないですか？ そう、だからね、プチデジタルデトックス。まあ、スマホを全く使わないは無理だけど、それこそ動画撮ったりもしてるしね。でも、なんだろう。普段やらなきゃいけないこととかはやらずに。ね。本当にお休みしましたよ。はい、休みました。リフレッシュできたね。うん。SNS をやめまして。そうだね。あとなんだろうね。必要な調べ物とかはやったね。もらったクーポンをどこで使えるかとかね。まあね。あのテロだったね。うん。それでもちゃんと時間は流れるんですよ。普段どれだけやらなくていいことをやっていたことか。温泉にたくさん入りました。ね。結局何回行ったんだ、大浴場。3回。3回か。チェックインしてすぐ行って、ご飯食べて、外のイルミネーション見に行って、で、また入って、で、で、朝次での日し。の朝に入ったのか。堪能してね。しかも堪能し毎まし回がた。結構長かったもんね。はい。せっかく温泉に泊まったら、あれぐらい活用したいよね。うちはね、温泉というより、今回はサウナを中心に入ってました。デビュー。あのさ、水風呂に入ってさ、その後外気浴をしてっていうサイクルで、整うっていうのが流行ってるじゃん。サウナブームだからさ、それの、なんつうか、方法っていうか、やり方みたいなのあったじゃん、ガイド。看板に。で、温泉のバージョンもあったよね。温泉でもいいんだ。っていうことを初めて知って。で、試してみたんだよ、水風呂を。もう、ね、整ったね。あれはハマっちゃう そうわ。だね。ということでね、個人的にまた来月行ってきます。サウナはね、時間が短くて、すぐ整うっていうん。うね。そうだね。で、強度も強いかもね、そサウナう。で。今までサウナって苦手だったんだよね。暑すぎて呼吸ができないっていうか、なんかすごい乾燥する感じがして、苦手だったんだけど、ホットヨガでちょっと慣れたのかな。ホットヨガはそんなにもちろん暑くないけどさ、暑さ耐性ができてる。できたのかもしだれとない。したら今年の夏いいかもね。いけるかもよ。あとね、ちゃんとなんだろう、髪にトリートメントつけたり、顔に乾燥しないように保湿剤塗ったりして、あとタオルを頭に巻いて入ってたから、ええー、そんなことしてたんだ。うん。ええー、保湿剤って何？持ってたもの？そう、ワセリンみたいなやつ。髪のトリートメントは？
は普通にそうなんですけど、ね、お風呂の、うん。で、髪結んで垂れないようにしてさ。なるほど。そういうことすればよかったんだ。蒸しタオルパックみたいな感じで、逆にいいのかなって。うん、そのまま入ったら髪に悪いって言うじゃん、うん、さ、うん。そのまま入っちゃった。そうだね。サウナハットっていうのはあるもん、ね。うん。今度からそういう風にしよう。うん。全然女湯のサウナは混んでなかったから、うん、一人の時間もあって、うん、そういう時はなんかあぐら組んで瞑想するふりみたいな、あぐらかいて、あぐらかいて、いやごめんなさい。まあでもそうだよね、暑いからさ、もういるだけで結構必死っていうかさ、うん、無駄なこと考えなくていいよね。そう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 。それがいいね。そしてもう水風呂、あのね、苦しい感じがいいね。冷てーっていう。いやでもうちサウナでめっちゃもう無理ってなっても水風呂はへそ下ぐらいまでしか入れない。マジか。うん。温泉だけでももう心臓ぐらいまで行ってます。いやー怖い。でもね、場所によって水風呂の温度も違うだろうからね。うん、気をつけてね、うん。温度差は危ないからね。そうだね。心臓に。まあ別に、そんな循環器弱くはないから。去年病んでたけどね。あれはハマります。はい。で、その、行った温泉街で夜ちょうど、イルミネーションとプロジェクションマッピングのイベントっていうか。まあ、イベントだよね。まあ、公演でね。あれ、よかったね。そうそうそう。ホテルからすぐ歩いて行けるところで。うん、綺麗だった。でそこ、札幌、市内だけどさ、うん、定山系ってとこ、うん、あのエリアなんか知らんけどカッパ推しなんだよね。なんかあんのかね、伝説かなんか。なんだろうね。やたらカッパいるしさ、うん、カッパの銅像とかもあるよね。うんうんうん、何なんだろうね。何なんだろうねじゃねえよ。行ったんだから調べてこいよって感じだよね。札幌市とは思えない森だよね。うん。ねえ。他の政令指定都市の皆さんにびっくりされちゃうよね。うん。いいよ、札幌、他のさ、地域の人とかがさ、札幌に来てさ、うん、札幌市内はそんなに、中心部はそんなに観光するとこないけどさ、うん、他の町と大した変わらんって感じだけど、うん、定山渓はいいよね。あ、ゆっくりするのに。そうだね。都市の中心部からあんなに短い時間であの山奥に行けるっていうのはね、メリットかもね。そうだね。いい環境でした。うん、散歩も気持ちよかったよね。気持ちよかったね。ああいう場所はいいね。山はいいね。空気が綺麗で。そう。夜行ったところと同じ公園に朝も散歩に行って。うん。よかったよね。よかったわ。暑かったけど、ね。暑かったね。夏みたいだったもんね。すごい夏の感じだった。今日はもっと暑いんですけど。急に暑くなったね。今日30度超えちゃったね。31度。うん。明日も暑いけど、明後日から23度とか。一週間。本州は今日群馬とか40度だもんね。ねえ。無理。大変だ。住めない。わかんないよ。もう暑さに慣れた君なら。いやいやいや。日常がホットヨガ。そのビル熱とかはちょっと無理だわ。群馬ってどうなんだろうね。あ、確かに群馬はちょっと森ありそうだけど、ね、イメージ。はい、ってことでね、リフレッシュさせていただいて、
今週からまた頑張りますよと。はい。はい、終わります。また、楽しんで聞いてもらえたら嬉しいです。会話の内容はウェブサイトに載せますので、聞き取れなかったところや漢字を確認したいところなどありましたら活用してください。インスタグラム、YouTube、パトレオンなども応援お願いします。お願いします。じゃあねー。まだねー。こんにちは。こんにちは。このポッドキャストは仲良し夫婦の達也と千代が日々の何気ない会話、雑談を通して自然な日常日本語会話をお伝えしています。前話のトランスクリプトを無料で公開しているので、ぜひウェブサイトも合わせてご覧ください。夏です。はい。7月になりました。東京は9日連続で35度以上の猛暑日を記録したそうで、過去最長だそうですよ。35度。でも多分だけどさ、昼間の最高気温じゃなくてさ、うん、夜にも下がらないことがやっぱいいよね。うん、去年、そういうのを初めて経験した気がして。ねえ。あれはきつかったね。まあ、東京で多分エアコンない家っていうのは少ないから、だけど、エアコンをつけて寝るのが苦手な人もいるだろうし、連日熱中症のニュースはすごいよね。大変です。東京に住んでる人、気をつけてください。水分補給と、ちゃんと休んでください。ねえ。と消化にいい食べ物を食べて。何？消化にいい食べ物。そう、夏バテするとさ、あんまり食欲がなくなるじゃん。うん。それでも食べれるものって、日本だと、そうめんとか、うん。あと、きゅうり。生でもいいし、浅漬けみたいな。うん。去年、そうめん食いまくったな。ね。夏、週4とかでそうめんじゃなかった、多分。ねえ。いや、去年夏、食費高かったの、それだよね。そうめん、ね。美味しいやつ高いからね。うん。そうそうそう。イボの糸。極上みたいなやつあるじゃん。極戦だっけ、うん、すっごいそういうやつ。うん。なんでだろうね。なんであれは涼しく感じるんだろうね。細いからかな。細いからじゃない。なんか。不思議だよね。喉越しがいいじゃん。ね。冷たくて、チュルチュルチュルって。うん。あれはね、本当に夏バテしてても食べられる。そうだね。あとは、あずきバー。あずきバーね。常備してるもんね。アイスね、あずきの。あれはね、あの硬さがいいね、うん。ガッチガチなんだよ。ちょっと時間経っても硬いんだよね。まだ全然溶けてないから。そこがいいね。なんか暑い国っていっぱいあるけどさ、そういう夏バテみたいな時に特に食べる料理とかあるのかね。ねえ。いやでも日本の夏は不快だよね。そう、暑いっていうか不快だよね。うん。いやでもまあ北海道はマシなのかもしれんがね。まあ。なんかスペインとかだとカラッとしてるしさ、うん、フィリピンは蒸し暑いけどでも東京とかよりは快適な気がするんだよな、うん、何が原因なんだろう。ビル熱かなやっぱ、うん、同じ気温でもなんか自然が多いところとさ
都心だと全然違うよね。違うだろうね。感じ方が。うん。全方向からなんか焼かれる感じがする。ビルが多いとこ行くと。地面がアスファルトだと下から来るしね。うん、ね。昨日結婚式だったでしょ。うん。で、東京から来た人たちもいたんだよね。北海道寒いって言うんだよ、夜。おいおいおいって。まあ、ねえ。向こうと比べたら。5度以下にはなるからね、今。そう。10度違うって、夜の気温。いきなり10度違うとこに行ったら寒く感じるのかもね。うん、暑いけどね。暑いよ。スーツ暑かったわ。なんでスーツ着ないといけないんだろうね。本当だよ、アロハシャツにしろよ、スーツを。もう日本はそういう段階に入ってますよ。本当に真夏の営業マンってめっちゃ尊敬する。いやー、真夏の営業マンがアロハシャツで働き始めたら尊敬するわ。で、会社にいる人はさ、エアコンあるから別にいいじゃん。うん。営業マンって移動しないといけないから、やっぱり暑いとこ出るじゃん。そうだね。大変だよね。特に歩き回ってる人ね。車で移動してる人は、まあ、チートですよ、そんなもん。そうだね。北海道とかだとね、営業マンも車が主流だけど、やっぱ東京だとね、あんまりいないよね、車は。そうなのかね。まあ、車に乗るより歩いた方が早いところだもんね。徒歩と地下鉄と、みたいな。そうそうそう。冷やし中華って、好き？食べ物の話に戻るのね。ああ冷やし中華。まあ、まあ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 って感じ。特段好きではない。ねえ。あんま別に好きじゃないんだけどさ、人気だよね。そうだね。冷やし中華始めましたって。冷やし中華食べるんだったら普通に冷たいうどんとか食べたい。冷たいラーメン好きなんだけど、ザルラーメンっていうのかな。冷やし中華と冷やしラーメンって何が違う？その具が入ってるかどうかっていうのもそうだし。うん。冷やしラーメンはだしっぽいつゆなんだよ。うんうん。冷やし中華って酸っぱいじゃない？あ、ちょっとね、酸味があるよね。何あれ？酢？酢じゃない？あと北海道でさ、ラーメンサラダってあるじゃん。ラーサラ。え、あれ北海道だけの？多分北海道発祥だと思うよ。マジ？居酒屋に行くとラーサラってあるんだけど、あれはサラダじゃないんですよね。違うね、あれラーメンなんですよ、うん、ラーメンだねメインが炭水化物ね、野菜はなんか申し訳程度にあるけど、うん、あれでサラダ食べたつもりになっちゃいけないんですよあのさ、暑い時にそうめんだとか、きゅうりだとかって話をしたけど、暑い日に食べる熱いラーメンも美味しいと思うんですよ。美味しいよね。うん。あと暑い日に食べる辛いカレーとかね。ああ、そうそうそう。何なんだろうね、あれ。ねえ、何なんだろうね。あと先考えない感じがいいのかな。アジアはさ、日本以外は結構暑いところで辛いものを食べるみたいなのあるよね。あるね。不思議だよね、あれ。うん、タイとかインドとかね、うん。なんでそんな暑いところで辛いものをまた食べて、もっと熱くなってんのって感じですけど。ね、美味しいからか。美味しいから。確かに美味しいんだよな、暑い時にそういうの食べると。ってことだよね。暑いけど、しっかり食べて、
頑張って夏を乗り切りましょう。はい。会話の内容はウェブサイトに載せますので、聞き取れなかったところや漢字を確認したいところなどありましたら活用してください。YouTube は新しい動画アップしました。温泉の Vlog。Vlog です。ぜひ見てください。じゃあねー。またねー。こんにちは。こんにちは。このポッドキャストは仲良し夫婦の達也と千代が日々の何気ない会話、雑談を通して自然な日常日本語会話をお伝えしています。全話のトランスクリプトを無料で公開しているので、ぜひウェブサイトも合わせてご覧ください。先週またお休みをもらってしまいました。ねえ。こんなはずじゃなかったのにね。さあ何があったんですか。はい、なんと中止さんコロナにかかってしまいました。ねえ、結構大変だったね。なんか周り何人かかかった人いるじゃん。うん。みんなさ熱出たけど1日で下がったとかさ。うん。熱出なかったとか。そんな人ばっかだったから、うん、そんなもんかって思ってたんだけど、違ったよね。そうだね。辛そうだったもんね。4日間、高熱で寝込みました。ねえ。大丈夫かなって思ったよ。ねえ。39度ぐらいまで出て。解熱剤飲んでも7度5分ぐらいまでしか下がんなくてっていうのが4日間。食事もあんまできなかったしね。そうだね。食欲もなかったから、ゼリーが主食みたいになってたけど。そして隔離ね。そうだね。君にはご迷惑をかけしました。今もこれね、実は、部屋の外で離れて撮ってます。そう。マイクが2個あるから遠距離で録音しています。このマイクこんなに活かせたのは初めてじゃない?もう元気なんだけどね。そうそうそう。明日で一応自宅療養期間も終わりだから。外出てもいいよっていうね。うん。コロナ、どこからもらってきたのか。ねえ。心当たりはあるけどね。多分ね、うん、達也だろうね。ねえ。達也元気だったけどね。そう。結局、何も起こらなかったね。うん。でもこんなさ、狭い家で、二人で生活してて、感染してないわけないんじゃないかって思ってはね。そうだよね。最初熱出た夜なんて一緒に寝てたしね。うん、そうだね。風邪だと思ったもんね。うん。食料が大変だったじゃん。そうだね。今にも尽きそうだったところでさ、札幌市からの援助が来てるね。うん。そう。支援物資が。4日目ぐらいに届いたのかな。 あれすごかったね、量が。3箱分の段ボールで、缶詰やら、インスタントラーメンやら、ゼリーやら、ご飯やら。そう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 。チンするだけのご飯。うん。あれは助かったね。そうだね。強いて言えばカップ麺あんなにいらねえよな。そうだね。あんまり食べないからね。うん、結局食べてないじゃん、一個も。うん。だって具合悪いのにインスタントラーメン食べたくないでしょ。だよね。ちょっとチョイス間違ってないって思うけど、ね。いや、でもまあ元気になってから、もうね、家出れない時間があるから。今でしょ?うん、今ね。だから今食うべきだったんでしょ、あれ。まあ、まあ普通の人は食べるんじゃない?
誰か欲しい人にあげるか弟にあげればいいし。あんまね、うちはカップ麺食べないからね。うん。でも、うちはあれだね。コロナ、熱だけだったね。コロナ特有の症状みたいなさ。咳とか息苦しさとか。いやいや、咳はしてたよ。少しだけね。夜中にすんごいうるさくて。大丈夫かこいつって思った。なんか横になるとね、若干したくなるんだけど。でもそんなにだし。あと味覚症状とかもなかったし。味ないとか辛いよね。何食べても美味しくないだろうからね。うん。それこそ、そういう時もゼリーが美味しく感じるのかもね。として。そうだね。あと、後遺症みたいな。なんか髪が抜けるみたいなのもないね。今のとこは。それはこれからかもよ。なんもないといいね。いいね。夏用に買っておいた氷枕がめちゃくちゃ役になった。あれいいね。めっちゃいいよ。アイスの氷枕。うん、暑いけど、熱あるから寒くて、うん、だから毛布にくるまって寝てるんだけど。やばかったよ。すっげえ暑い夜なのに、冬の終わり頃かっていうぐらい着込んで寝てるからさ。そう、冬のパジャマ出して。そうそうそう。だって寒かったんだ。でも頭は冷やさないといけないからさ。うん、本当に役に立ちました、氷枕。買ってよかったね。うん、これからまた暑い日になったら役立つでしょう。ね。はあ、ワクチンね。ワクチンの副反応があれだったから、コロナ本番もそれなりに辛いんだろうなと思ってたけど、うん、辛かったわ。ワクチンより辛かった。期間は長かったね。うん。でもまあ熱だけっていうのを考えるとワクチンの方が辛かった気もするけど。ワクチンの時何やった？腕が痛い。ああ、そういうのなかったのか。うん。へえ。まあ熱出てるか関節痛みたいのはあったけどさ。はいはい。だからなんか重めのインフルエンザって感じ。今までインフルエンザかかったことあんの？あ、あるね。めっちゃあるよ。何回もあるよ。あったね。クリスマスケーキが台無しになった時期があったね。最初、付き合って初めてのクリスマスインフルエンザだったからし。気合い入れて、ローストチキンとケーキを注文しておいてさ。うん。インフルエンザになってからほとんど食べれないんだよね。そう。タッチャーが作ってくれたうどんを食べた。そうだ。思い出。そうだ、そんなこともあったね。肝心な時に風邪ひくからね。そうなんだよ。よくあるわ、こういうこと。今週末だってね、本当は君の実家に行って、みんなでご飯を食べる予定だったのに。ねえ。先週末だってだよ。そうだよね。サウナに行く予定だったし、その後、吹奏楽の演奏会に行って、うん、外食する予定だったんだよね。うん、すいませんでした。巻き返そう。こっから巻き返すぞ。夏を楽しむぞ。まだまだ、夏は終わらない。今週ずっと雨予報だけど。これひどいよね、この雨。この雨だったらちょっと実家に行くのもなしだったかもね。今日は本当に天気が悪かった。ということで、大変な一週間でした。ねえ、大変だったよ、本当に。私も君も。本当ね。この、硬い寝床から解放されるのも嬉しい。薄いマットレスで。
別室で寝てもらいました。なんか寝つきが悪いんだよね。多分だけどさ、この部屋に入ったら、まあ今までだいたいこの部屋に来るときって、仕事するときとか筋トレするときとか気合を入れるんだよね、うん。多分寝る前に気合入っちゃうんだよね。寝つきが悪くて、今週は本当に睡眠不足だった。明日から戻りますか？寝室は。そうですね。そのコインランドリーに行けるならね。そうね。全部一式洗濯して。じゃあ。はい。皆さんも気をつけてください。軽いね、はい会話の内容はウェブサイトに載せますので、聞き取れなかったところや漢字を確認したいところなどありましたら活用してください。インスタグラム、YouTube、パトレオンなども応援お願いします。じゃあねー。またねー。こんにちは。こんにちは。このポッドキャストは仲良し夫婦の達也と千代が日々の何気ない会話、雑談を通して自然な日常日本語会話をお伝えしています。全話のトランスクリプトを無料で公開しているので、ぜひウェブサイトも合わせてご覧ください。昨日楽しかったね。はい。何笑ってんだよ。昨日は、私は美容室に行って、うん、その後待ち合わせて、お昼を食べて、久しぶりに美術館に行きましたね。いつぶりだろうね。いつぶりだろうね。今年は初めてだよね。あ、ディマシオ行ったんだけどね。ああ、そうだそうだ。あれは、どこだっけ？新日高。新日高？うん、その辺。あれはすごかったね、規模が。それも、YouTube に上げてるよね。道南旅行っていう、北海道の南の方を旅行した時の YouTube 動画に上げてるので、よかったら見てください。今回はね、札幌市内の美術館で、まあ撮影も禁止だったので、それは動画ないですけど。ないね。あ、でも、昨日かな？新しい動画、コインランドリーの動画公開してるので、よかったらそちらも。コインランドリーって和製英語らしいよ。ね、でもね、英語でも言うっていう人もいる。本当に？うん。コインランドリー。さっきアメリカの生徒と話したんだけどさ、うん、洗剤を持っていかなきゃいけないところ結構多いって言ってた。へぇー。まあ、洗剤買えるけど、うんうんうん、普通に自分で洗濯機みたいに入れる。へぇー、そうなんだ。あれ違ったよね。逆に多分入れられないよね、自分の洗剤は。ああ、そうか。自分の洗剤を入れるとトラブルが起こる。わかん、いや、入れる場所がないんじゃない？確かに。洗剤のセットになったボタンだからさ。そうだね。そもそも、だから、単価が高いもんね。高いのあれ？高いのかは知らないけど。初めてコインランドリー含めてだからさ。言ったからわからない。コインランドリー、思ったより楽しかったわ。ね。あれは良かった。いろんな人がさ、使ってるっぽかったけどさ、うん、ほとんど人はいなかったしね。そうだね。まあ中で待ってる人なんていないからね。あの雰囲気好きだわ。うん。ただ機械がずーっと動いてる。すごい暑かったね。やっぱり乾燥機とかが熱を発するから。乾燥し終わった。だ、うん、布団めっちゃ暑かったね。クールダウンしてからの終了だけど、それでも暑かったよね。暑かったよ。
あれ持ってたら本当にすごい熱だった。でもふかふかでサラサラで気持ちよかった新しい寝具。そうだね。ちょっともうそろそろその感じになってきてる、ね。早くない？まだふわふわだよ。そうかい。そう、それでさ、昨日は美術館に行って、うん、エジプト展、うん、古代エジプト展が今、札幌に来てて。オランダの美術館、ね、博物館から。なんだっけ、ライデン国立博物館だっけ。そう。私は初めてエジプト展に行って、達也は何回も行ったことあるんだよね。うん。小学生の頃から好きだったから。面白かった。エジプト行ってみたいんだよなぁ。ピラミッド、死ぬまでに見たい。ものの一つです。はぁ、あ。他には何やんの？え？死ぬまでに見たいもの。ナスカの地上絵とか、あと、カッパドキアとか。あ、なるほど、うん。いいね。ちょっと謎めいたものが見てみたいよね。ね死ぬまでに見たいものか。いいね。氷河は見たいって思ってたんだけど、クリアできたからな。ああ、ニュージーランドでね。うん。あと、オーロラも見たい。そうだね。オーロラ見たいけど寒いのが大変だよね。あの、オーストラリアのタスマニアがいいらしいって話したっけ？うん。タスマニアまた行きたいしな。行きたかったけどコロナで行けなくなっちゃったもんね、タスマニア。ああ、そうだったね。いいとこですよ。うん。なんとなく北海道っぽくて。すごい人だったよね。あ、ああ、昨日のね、美術館がね、そう。突然話題を戻さない。混んでたね。人気あるんだって思った。うん。いや、見応えがあって面白かった。ね。だいたいエジプト展って名前がついてるやつに行くとさ、うん、その頃に使ってた食器みたいなものとか、うん、あと、装飾品とかはたくさんあるけどさ、うん、昨日の目玉は、あれだよね、棺がずらーって並んでる。そうだね。しかも立った状態だよね。うん、あの横にして展示するのは結構多いと思うんだけど。へー、立った状態で展示っていうのがユニークだったね、うん。大きさがわかりやすい。うんうんうん。すっごい細かかったよね。うん。あの、何、彫刻というか、絵が。普通になんか、紀元前2000年前とかのさ、うん、ものいっぱいあったじゃん。うん、すごいよね。5000年前だよ。すごいよ。よく残ってるし、その頃からちゃんと人間が生活してたんだっていうのはすごいよね。うん、彫刻とか絵とか、うん、ああいうものの技術を見てもさ、うん、高いじゃん。高いね。真似できないじゃん、あの。うちらがでしょ。そうそうそう。なんか、なんとなくさ、何千年も前の人よりも今の人の方が、技術があるから進歩してるみたいな気がしてるけどさ、うんうん、実は、技術があるのは、それを作った一部の人だけなんじゃない？そうだよ。そんな使ってる側の一般人なんて、全然何もできない。何も変わってないどころか、ね。退化してるよ。便利なものに。そうだよね。あぐらをかいて退化してるからね。そういうことだよね。すごい人はすごいけど、すごくない人は、うん、まあみんな同じじゃん、昔も今も。うん。いや、昔より、あれかもよ。ね、その、道具があるから、知識とかも、は増えるけどね。うん。でもできることって、
能力としてはあんまり変わってない。ね。運動能力は下がってるだろうしね。身長と寿命は伸びてるけどね。だってですね、それだって。それだってね、一部の人が開発してくれた何らかの技術を、テクノロジーのおかげだ。そうそうそう。ちゃんとした栄養を取れっていう知識とかね。また行きたいね、ああいうのね。そうだね。オーストラリアにいた時にね、うん、アフガニスタン展っていうのを見たことあるんだよね。へぇー。こういう、それも初めてで面白かった。いいね。そういうのをまた探していこう。早く海外旅行に行きたいけど、行けないんであれば何らかの形で文化に触れたいね。そうだね。いい文化に。会話の内容はウェブサイトに載せますので、聞き取れなかったところや漢字を確認したいところなどありましたら活用してください。インスタグラム、YouTube、パトレオンも応援お願いします。じゃあねー。またねー。こんにちは。こんにちは。このポッドキャストは仲良し夫婦の達也と千代が日々の何気ない会話、雑談を通して自然な日常日本語会話をお伝えしています。前話のトランスクリプトを無料で公開しているので、ぜひウェブサイトも合わせてご覧ください。そういえばね、うん、先週と先々週の録音聞いてて思ったんだけどね、うん、うち声がおかしかった。何？どういうふうに？なんか変だった。いつもと違って。うん、なんでだろうって思ったら多分コロナのせいかな。へぇー。今は治ってるんじゃないかと思うんだけど、どうだろうね。どういう風に聞いてみると。カサカサしてるじゃないけど、なんか聞きづらかった。まあ、いつも聞きやすいかと言われればそうでもないかもしれないけど、いつもよりさらに聞きにくかった。そうなんだ。何もないように見えて、実はまだ影響があったの。もう大丈夫じゃないかな。暑いね。暑い。やっと夏本番って感じ。急にね。うん。録音するとき、窓とかドアとか閉めてっから本当に暑いんだよ。扇風機と、あと首に。保冷剤。保冷剤みたいなの巻いて、なんとか生き延びてます。はい。今週は、金曜日に花火大会があって。うん、これも夏っぽいね。うん。コロナで何年間か、2年間 ?3 年間 ?2 年だね。2年中止になってた地元の花火大会が、今年は、久しぶりにやるということだったので。ものすごい人だったね。札幌では一番大きい花火大会かな。うん。そうなのか。そう。有料も含めて。ああ、有料含めるとわからないな。どうだろう。今、そうか。昔はあれがずっと一番だったけど。そうそうそう。最近有料の花火イベントあるもんね。そうだね。わかんないや。北海道だと帯広のお盆にある花火大会が一番でっかいけど。ああ、あれなんだ。うん。なんで帯広なんだろうね。広いから？広いから。いや、っていうか、あれ、十勝毎日新聞の花火大会。うん。だから、そのスポンサーが、まあ、頑張ってるんじゃない？でも今回行ったやつ、北海道新聞だよね。そうだね。もっと強そうじゃないですか。いや、混んでたね。混んでたね。すごかった人が。交通規制もすごかったしね。うん。いや、でもやっぱいいよね、花火大会って。そうそうそう。1時間前ぐらいに着いて、ビールを飲みながら待つっていうのがそう。そう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 。うちが一番好きなのはやっぱり河川敷みたいなところで、うん、
昔ながらの花火大会というか、あんまりエンターテイメントショーになってないやつが好きなの。うん、今さ、まあ、特に有料の花火大会とか行くと、すごい光と音の融合されたショーみたいになってるじゃん。あれあんま好きじゃなくて。見たことあんの？あるよ。あと海外の花火もさ、結構その、ショーみたいなやつじゃん。うん。まあ、海外の花火はまずあれが少ないよね、あの、円で広がるやつ。うん。なんかもう縦長とかさ。下から盛り上げていく感じ。ビームみたいなやつが多いけど。そう。じゃなくて、もう、シューって上がってって、上でパーンって丸く開くやつが好き。まさに日本の花火だね。そうそうそう。でなんか色とかもカラフルなのあるけど、じゃなくて、なんていうの、もともとの火薬の色。ただの炎の。そうそう、炎の色みたいな、オレンジっぽいので、ファーってなんかそう、しだれて消えるやつが好き。あれいいね。わかる。今回もすごいのあったもんね。すごかった。幾重にも重なって。そうそうそう。フィナーレすごいよね。なんかもうさ、追い上げが。そうそうそう。パン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 で、なんか、暗いのにもう明るくなるんで、花火で。そう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 。それが、すごい。そう、今回行った花火大会はさ、付き合ってた頃じゃないや、付き合う前か。付き合う直前に行ったのが初めてだった。そうだね。8年前。うん。8年前で。8年前。その頃の写真と見比べてね。うん、若かった。若かった。パトレオンの方にあげたんだけど。あ、そうなの？うん。8年前と、この前と。まだあなたたち可愛いよってコメントしてくれてた。本当？それはよかった。嬉しい。あの時もね、なんか、お酒、缶のお酒とパックに入ったおつまみみたいなの持ってたよね、うん。懐かしいな。懐かしいね。めっちゃ浴衣着てたし。ああ。いや、今回も着たかったんだけどね。ちょっと時間がなくて。いや、でも暑かったよ。暑すぎた。ちょっと着なくて正解だなって思った。浴衣はさ、もう今の日本には対応してないんじゃないかな。もうちょっと涼しくなったら着たいね。そうだね。8年間で何回行ったかね。花火？花火というか、そこの花火。そこのか。うん。4回？ 4 回。今回で4回目だったかな。まあ、そのうち2回はなかったから。まあ、かなりの確率で行ってるね。そうなんだね。結構行ってるね。行ってんだね。うん、なんか、そもそも日本にいない時とかもありそうなのに。うん。あれ？ちょっと待って、よくよく考えたらさ、7月のこの時期に日本にいなかったことないか。ないかもね。ね。意外に、だから花火参加率高い。そして花火好きなんだよな。ね、花火はいい。花火のいいところはね、音。うん。振動が伝わるところ。うん。そして消えるところかな。そうだね。あとあれでしょ、火薬の匂いも好きなんでしょ。そう。あれもいいんだよね。空間芸術であれば。あのね、花火はインスタ映えしないんですよ。ああ。あの、花火の。いや、めちゃくちゃ上手い人が撮ればするけどね。いや、まあね。それはインスタに映えてるっていうか、写真がうまいんだよ。まあ、そうそうそう。うん。花火の写真とかを SNS で見ても、飛ばしちゃうもんね。うん、
そうだね、って。生で見ないと。うん。しかもやっぱ近くで見る方がいいんだよね、そう。振動だから、振動、うん。音と光の時間差を考えて、ああ、そんなに遠くのところで光ってんだ、あれは、っていうのもね、考えるのが好きだ。そうだって高いんだな。素晴らしい。臨場感、ライブ感。うん。夏のイベントといえばさ、昨日ビアガーデン行ったんだよ。おう。後輩くんとね。うん。そう。今年行かないかもなーって思ってたけど、まあ行けてる。よかったわ。あの雰囲気はいいね、やっぱりね。札幌の中心部のビアガーデン、いろいろあるんだけど、その中ではちょっと落ち着いてるところだったんだよね。うん。クラフトビールのビアガーデン。うん。それも良かったな。ガヤガヤしてっからね、うるさいとこは。そうね。何年か前、浴衣でビアガーデンも行ってね。そうだね。あれは楽しかった。うん。いや、浴衣イベント考えよう。ね。考えよう。ちょっと。そして、YouTube にあげよう。うん。ちょっと気温と相談しながら、ね。会話の内容はウェブサイトに載せますので、聞き取れなかったところや漢字を確認したいところなどありましたら活用してください。インスタグラム、YouTube、パトレオンなども応援お願いします。じゃあねー。またねー。日本語雑談。こんにちは。こんにちは。このポッドキャストは仲良し夫婦の達也と千代氏が日々の何気ない会話、雑談を通して自然な日常日本語会話をお伝えしています。全話のトランスクリプトを無料で公開しているので、ぜひウェブサイトも合わせてご覧ください。昨日はね、夕方来ましたね。はい。何年ぶりよ。3年ぶり?3年前か。浴衣は、暑すぎる日に着ると本当に暑すぎると思うので。うん。昨日は、ちょうどいいかなって思ったけど、むしろ寒かったね。寒かったね。今年の夏は本当になんか、暑っていう日が少ない。うん。もう、最低気温が20度前後になってきたから。ね。8月なんですけどっていう。ちょっとね、昨日なんて浴衣で出歩いてたら、ちょっと寒くてくしゃみが出てきたの。鼻水が出てきたの。そう。札幌の大きいお祭りに行こうと思ってたんだけど、うん、うちの実家の近くの公園のお祭りがやってて、ちょうど。ちっちゃい公園のお祭りね。そうそうそう。公園っていうか、まあ、町内会のお祭り、うん、で、うちのお父さんがお手伝いに行ってるって聞いたから、そっちに行くかって言って、そこで使える券ももらったし。ね。行ってみたら、町内会のお祭りなのにめちゃくちゃ混んでて。すごいよね。普通、ああいうお祭りって閑散としてるものじゃん。まあ、閑散っていうのはあれかもしれないけど、でもなんか本当に全部のお店、出店が長蛇の列。初めて見たよ、あんなの。やばかったよね。びっくりした。あの規模のお祭りに来る人数じゃなかったよね、うん。多分2年ぶりぐらいの開催でさ、まあ町内会のその企画した人たちもそんなに人来ると思ってなかったんだろうね。あの、店の人もね。もともと結構広い公園なんだけど、4分の1区画しか使ってなかったし、うん、で、出店もね、後半結構売り切れのものが出てきたりしてて、
大盛況でしたね。すごかったね。そんな中、たこ焼きの列に並んで、30分、40分。そう。たこ焼き買うのに3、40分かかった。ディズニーランドかよ。でもすっごい美味しいたこ焼きだったね。ねえ。しかも、エベスのだったね。そうそう。エベツ小麦ってなんか有名なんだけど、達也の地元の。あれは美味しかった。そう。いいたこ焼き。ふわで、すごい美味しいたこ焼きでした。しかも結構ギリギリだったね。そうそう。うちらのショット後でもう売り切れになっちゃって、それも。危なかった。危なかった。あんな何十分も並んで売り切れたら悲しい、ね。悲しい、悲しい。あとなんか、ちっちゃいステージがあって、いろんな出し物がやってて、うん、高校生のバンドとか、うん、和太鼓とか、うん、あと、ジャズダンス。ジャズダンスなの？本当にあれ。ジャズダンス。まあ、小さい子のダンス。うん、そのダンスが、うちが小学校の時にずっと習ってた教室の、出し物だったのさ、うん。まあ、幼稚園の子とか、小中学生の子とか、まあ、何曲か、踊ってて、うん、懐かしかった。本当に、ちびっ子踊ってたよね。本当に、ちっちゃい子の、プリキュアみたいな衣装着て、可愛かったね。そして、それを見てまだ泣きそうになってた。そうそう。普通になんかちっちゃい子が頑張って踊ってるの。この前のよさこいもそうなんだけど。涙腺が緩むんですよ。なんなのそれ。誰目線？祖父母か。頑張ってるなーって思って。自分に子供がいたらそういう感情は出ないのかね。出るんじゃない？あ、そうなの？わかんないけど。そんでお父さんがさ、うん、お祭りの手伝いの仕事をしてたんだけど、お祭りは3時からだったんだけど、朝の9時ぐらいから後片付けも含めて夜の9時半ぐらいまで、うん、まあ休憩はあるけど、もう一日中さ、外でそんなに暖かくもない中で、うちのお父さん70なのよ、もう。かなりの重労働だよね。超ブラックだね。いや、本人はなんか面白いよって言ってたけど、まあ子供たちもいっぱいいるしね。面白いよって言ってたけど。いやー、疲れるよね、あれ。うん。だってちょっと数時間さ、浴衣で、遊びに行ったうちらでさえも疲れたのに。本当だよね。今日も朝8時から片付けたって言ってた。大丈夫かな？心配、普通に。ちゃんと給料もらえてんのかね？町内会の仕事ってボランティアじゃないかと思うんだよね。やっぱり。そんな感じするよね。あれボランティアきつすぎない？きついよね。いやいやいや。いやまあ、うちのお父さんだけが高齢なんじゃなくて、周りの人も同じぐらいの年代だったから、もうみんな大変なんだと思うけど。確かにね、仕切ってる人みんな年取ったもんね。まあ、お祭り自体は大盛況で大成功だったから良かったと思うけどさ。大変だ、ね、あれ。あれが成功したところで、町内会には何も入ってこないよね。どうなんだ？入ってくんじゃない？そうなの？だって多分出店の出店料とかはさ、あ、出店の人は払うだろうし。でも出店料は最初から決められたものだからそんなに。まあまあまあ、そりゃそうかもしれない。うん。売上の何パーセントをバックとかいう仕組みがあるかもしれないし。ついでにそのボランティアの人たちにね、給料として配ってやるっていう感じだね。ね。あれは大変ですわ。気温がね、まあ暑すぎるよりはいいけどね。町内会ってさ、日本独自？
わかんない。ね、その考え方はね。わかんないよね。どうなんだろう。あるのかな。ちょっと教えてください、皆さん。まず、町内会という単語がわからないかもしれないけど。なんだ？同じ地区に住んでいる人たちの会だよね。そうだね。自治会なんだよね。うん。自分たちの地域、だから小さいとこだったら本当に何軒かの家庭、そう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 、大きいとこでも数十軒っていう単位で、うんうん。まあそれが何個か合わさって大きいイベントやったりとか。そう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 。うん、あとなんだろうね、ゴミ捨てのルールとかについて決めたりするんだね。ゴミ拾いをしたりとかね。あ、そうそう。地域のボランティアとかあるもんね。それは、あるのかね。どうなんだろうね。最近日本でもなくなってきてるからね。うん。うちも入ってないしね。そう。うちも入ってないからね、町内会。ご近所付き合いはしていません。あの若い夫婦はって思われてるかもしんないけど。それがね、今の潮流だから。うん。そうやっていくとさ、そういう町内会のお祭りとかイベントとかなくなっていくよね、きっと。ねえ、どうなんだろうね。だって高齢だった人たち、引退したらさ、うん、もう誰がやるのって感じ。なくなっちゃうのはちょっと寂しい気もするけど。ねえ。ってことで、無理やりではありましたが、浴衣イベントをねじ込みましたね。ねじ込みました、夏の終わりに。まだもう終わりか。まだ終わらないでほしいけど。わかんない。でもね、今年もう着るチャンスないかもしんない ね。また来年以降着れたらいいですね。うん、会話の内容はウェブサイトに載せますので、聞き取れなかったところや漢字を確認したいところなどありましたら活用してください。インスタグラム、YouTube、パトレオンなども応援お願いします。じゃあねー。またねー。